はい、収録なんで、はい、はい、国会議員 YouTuber と元国会議員 YouTuber と幹事長 YouTuber が、はい、NHK をかますということで、ですね、多分幹事長もよく分かってないと思うので、あえて今日は国会議員の権限と高等の代表の権限の違い、お、あのパッと聞いただけで国会議員は700何人いるの？710人で、高等の代表は9人だ、今日本に、はい、少ないってことはやっぱり権限が多い、めちゃくちゃあります。だいぶ違う。というかもうね、じゃあ教えてください今日は。ありがとうございます。いやいや、もうぜひ、あのね、政治軸で、はい、で、これまでに例えば無所属で国会議員になったとか、うん、国会議員っていうのはしょっちゅう生まれるわけですよ。3年に1回参議院があって、少なくとも4年に1回生まれるから、うん、国会議員っていうのは過去やったことある人いっぱいいると思います。でも、コートの代表って数えるぐらいしかいないでしょ。いないね。少なくとも自民党の代表っていうのはしばらくずっと安倍さんで、その前が、はい、谷垣さんかな、それとももう一個手前か、谷垣さんで、多分その前が麻生さんで、その前が福田さん、福田総さん、そんなもんでしょ。その前また安倍さんで、その前が小泉純一郎さん、そうでしょ。 そんなもんなんですよ。だから、いない。若い人の中では、最近だと令和の、ああ、山本太郎さんもそうですね。あと、はい、橋本徹さん。橋本さんもそうですね。はい、あとね、はい、松田幸太さん。まあ、松田さんは、コートの代表なんですが、それは間違いないんですが、うん、国会議員5人いて、それでコートの代表になった人と、うん、2% の得票を超えてコートの代表になった人では、これも雲泥の差があります。そうなの？それ知らないな。雲泥の差があります。というか、もうね、2% 組ね。なんて言ったらいいんだろうな、もうね、僕はだから一郎選手みたいなもんです。で、国会議員は日本の、まあ、ちょっと、まあ、1億円プレイヤーぐらいかな。で、幸太さんは 5人だからね。その間ぐらいですけど、すぐ潰れちゃうでしょ、5人は。だから、2% 超えるとね、6年間保証されます。これはちょっと期待。でね、何が保証されるかって言ったら、今うち1億6700万円年間、税金からお金もらえます。その税金のお金を、決めれるわけですよ、僕が。全部政党助成金、そうそう、政党助成金の使い道を決めるのは僕だから。あ、そうか。国会議員の年収は3300万ぐらいでしょ。まあ、秘書の年金、あ、秘書のお金入れたとしても5000万ぐらいですよ。うん、だからコートの代表になるだけで少なくとも1億円は入ってくるわけだから、まずお金のアドバンテージは全然違います。うん、まあ、もちろんこれだけじゃないです。そのお金っていうのが、例えば衆議院議員が5人集まってコートを作りました、うん、でも次の選挙で 2% 取れないとか、5人以上の議席取れなければ、はい、そこで終わり、はい、もうその政党終わり、はい、解散になるんです、うん、実際いっぱいいます、ありますよね、しょっちゅうある、それはしょっちゅうあるでしょ、でも 2% 取ってしまえばこれ6年間保証されます。さあ、何が保証されるかちょっと見づらいんですが、次の衆議院選挙11ブロックあります。北海道、東北、北関東、東京、南関東、東海、近畿、北陸、中国、四国、九州、うん、はい、この選挙区に候補者を1人だけ、1人ずつ出す権利を得ています。比例代表ね、候補者を1人ずつ出すことができる権利を得ています。これ要するに任意団体じゃなくて、はい、高等じゃない、そう、つまり国政政党じゃないとこれは出せない、出そうとするとこれ割る5以上、うん、つまりここは20割る5で4人、1人600万かかりますから2400万かかります。あ、立候補するだけで、ここも2人なんで1200万、ここ3人、5で割って以上なんで、5で割ると2.2になるでしょ、うん、そうすると3人かける1人600万円なので、あ、ここだ、1800万。そうか、5人政党はそういうふうにやるんだ。いや、5人政党じゃないですよ。政党要求を満たしてなければ5分の1以上の候補者を出さなきゃいけないです。ああ、そういうことか。ここだったら6人。なるほど。つまり何人いるかって言ったら4、2、3、3、6、5、5、4、4、3、2、全国に出そうとすると6、9、12、18、23、28、32、36、39、41名。計
41名かける600万円ということは、つまり2億4600万円もかかるんです。そうか、これ知らなかった。どんなに、あのどんなに一番安くやろうとしても2億4600万円の、あの供託金が必要なんですね。ところがうちの場合は11×600万でいいので、なんと6600万円で選挙に出れるんです。全部建てられるわけ、全国に建てれるんです。このアドバンテージはむちゃくちゃ大きいんですよ。そりゃそうだな。でこれがあるがために、例えば支持政党なしさんが前回出たのは東京都だけ、 そうか、その前は北海道だけ。つまりお金のね分配で、それもう出せないから、こんなの。こんだってこれで議席取れなければっていうか、全体で 2% 取ったとしても1議席取らないとコートにならないんですよ。しかも佐野さんいやならないですよ。どうすって、参議院の場合は 1.8% で当選ライン超えるんですけど、ここで一番少ないのは近畿でも 3.1 いるんですよ。ということは 3.1% 超えないと国会議員が生まれない。国会議員が生まれないと 2% 超えてもコートになれないんです。なるほど。つまり何を言いたいかというと、衆議院選挙でコートになることはできません。まあ基本的に無理ですね。実質的にできません。現実問題です。現実的にできないです。だから参議院で 2% の壁を超えとかなきゃいけないですね。だから6年前から参議院1議席で、そう、ずっと参議院やってで、参議院超えたらこの衆議院のメリットが、じゃあこの6600万円で立候補したときにどんなメリットが返ってくるかっていうと、もう1票160円ぐらい返ってきます。1票160円、正確に言うと1票80円なんですが、衆議院大体2年は行われますから、2年に、そうすると1票が160円ぐらいの価値があります。悪くてもね、まあ、それは1年で衆議院解散されたらそこまで価値ないんですが、あのマックスこれが4年ということになります。でこの80円ってどこから計算するかっていう、320億円の政党助成金の総額があります。国民当たり1人120 250円なんで、250円かける1億2000万円がだいたい320、みんな払ってるんですよ。そう、これみんな払ってるんです。でこれが160億円にまず議員割とあの票割に分かれます、で議員は1人2400万円ぐらいです。でこれがさらに州と3で分かれます、州と3で80億と、これ参議院は40億40億にそれぞれ3年ごとに分かれるんで、任期が2つに分かれるから、はい、でそのここで倍違うの で、で衆議院はこれの中でこの80億をさらに選挙区40と全国比例、まあ、ブロック比例40に分けると、こういうことなんです。で全国比例の予算原資は40億円あるってことです。で40億円の中で投票に行く人って大体半分なので5000万票入ります。40億割る5000万票が80円ってことです。すごいな、これ計算これが、これ1年ですからね。これが1年1票ね、前もやったけど、はい、80円でこの計算を出すっていうのは多分これね、国会誰もそんな言ってないでしょ、うん、あのさっきもちょっとある国会議員のね人が言ってたけどもう驚いてました。その人めっちゃくちゃ数字に強い人なんだけど、はい、もうこれ聞いてびっくりしてた。だから1票につき160円の価値があるっていうことです。まあ、もう分かりやすく言うとね、衆議院の場合はね、これ参議院はこれが40円かける6年確定なんで、参議院の方がこっち160円でこっち240円なんです。参議院の方がもちろん1票美味しいんですよ。まあここ3年あるとちょうど並ぶんですけどね、だほぼ一緒かもしれないです。なるほど。で参議院はこれ6600万ですけど、参議院ってこれね10人でいいので、実は3300万円でエントリーできるんです。全国比例1人と1人600万と、であと9人を選挙区です、9人出せば、あ、そうか、最低3300万円から参議院は全国比例に出れるんです。最低10人必要ですかね、10人候補者は。9人かける300万の2700万と、600万円かける1の600万で、参議院の場合は3300万円で実はチャレンジする権利があるんです。で安いからオリーブの木とか労働党とか出てきたんです今回。なるほど。でも衆議院は最一番安くても2億4600万、で我々高騰になってるので、我々唯一この安い価格で挑戦できるわけです。6600万。なるほど。で1票160円ですから、うち100万票取りました前回ね、参議院の時のおかげさまで90約100万票で、
これは衆議院になると 1.4 倍アップします。140万票は普通にいったら取ります。 1.4 倍アップするのは、それはオリーブの木とか労働党とか出ません。で、何よりも強いのは衆議院、参議院は個人名が書けます、うん、衆議院は政党名しか書けません。どうしても私は須藤元気さんが応援したいから、立憲民主党のファンじゃないけど須藤元気と書きたいとか ね、自分は自民党の支持じゃないけども、自民党の小田さんという人がパチンコの、権力を守ってくれるというから、自民党の小田さんと書いた人、うんね、もう単純に青山茂春さんが好きだから青山茂春と書いたとか、うん、モーニング娘。好きだから市井沙耶香さんと書いたとか、もうそういうね、個人票に 40% ぐらい持っていかれるんです。参議院の方ね。参議院はね、うん、もう衆議院っていうのは選択肢が9個しかない。まあ公布実現党さんが出て10個です。まあでも公布実現党さんも今お金使うなんて言ってるんで、うん、次の衆議院には多分出ないとすると、選択肢が今公党の9個しかありません。お、場合によっては社民党は出してこないです。九州とか強いけど、社民党はもうあのはっきり言います、バカですから、出せない、出す能力がない、計算力がないから、これを聞いて出してくるかもしれない。気づくかもしれない。気づくんですよ、あ、そうか、サミット出すね、これでね。これがカットしてるんで、いずれにしても選択肢が9個です。今自民党、公明党、立憲民主党、国民民主党、維新の会、共産党、ね、令和新選組、社民党、NHK から国民丸党の9個しか次の選挙には出れません。実質ね。で、1票を160円ですから100万票取ると1億6000万です、うん、資金が6600万ですから1億儲かる、うん、そうか、これ選挙の当落じゃなくて選挙でビジネスになってるっていうか、お金が儲かると、こういわゆる100万票ということは平均で 2% っていうことです、うん、2% だとどこも通らないです。この赤いところが当選ライン、最低ラインなんで、これね、はい、だから一番近畿の定数28の 3.1 が一番当選しやすいんですが、まあ、まだここ当選、もし当選一人でもしたら2400万さらに上積みのあれが来ますからね。例えば全ての選挙区でありえないんですけど 9% 取るとするじゃないですか。 9%、 ああ9%、そしたらこれ1ですよね。ああそうですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14議席と、これ取れないね、うん、まあそうするとこれ例えば 10% だったら、これ 10% だとこれ 10% 取るとこ3です。 10% だと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17議席ってことです。それで17か、17議席です。あと3議席で、ああ、ね、法律提案権、あのね、これ 10% 取るっていうのは公明党さんで大体 15% ぐらいです。あ、そう、共産党で、10% ぐらいかな。社民党はもう全然行ってないんです。社民党は出さないんですけど、社民党はだからうちと一緒です。前回うちと社民党はほぼ一緒でしたからね。なるほど。あの 10% なんていうのはもうちょっと夢のようなんで、僕はそこは考えてないんですが、多分2から5。なるほど。でも前回の全く風もなく知名度もほとんどない、はい、状態で取ったので、この緑ね、取ってるんじゃないですか。これが緑だから、うちは取ってるの緑なんで、悪くても2は絶対いくんです。 2は超えます。じゃあだから 1.4 倍になるんで、うん、この 1.4 倍になることからすれば 2% を超えることはほぼ間違いないんですね。そうか。とするとどんなに悪くても140万票取れば、うん、これによってもらえるお金が160円かけるといくらになるんですかっていうことです。いくらだ、140かける、あれ、いやいや、もうすぐこれですぐ叩きます。140万かける160円で2億2400万です。で、これを原資の6600万引いてもめちゃくちゃ儲かる。なるほど。これをね、要するに選挙出るとね、もうみんな選挙貧乏っていうか、とにかくこの昭和から始めて平成、令和となって選挙出るとみんなね、一回出るとね、借金かかるんですよ。だいたいね、2000万ぐらいですよ、はい、これみんな、出た人みんなそうですよね。ところが、選挙出て儲かるっていうのは多分これ、ね、初めて聞くんじゃないかなと思って、儲かります。多分これまで政治に関わった人は何が何だか分かんないけど、どういうことなんだと。で、これ聞いててすごいなと。これだけ11人出しても何するかって、ポスト貼る場所ないんですよ、ちなみに。
小選挙区じゃないから、うん、ポスター貼れないです。何するかって政見放送で暴れる、あとは YouTube を拡散する、それだけです。まあね、解禁されてますね。政見放送はこれ11本作れます。1箇所9分作れるので、うん、9分の番組が11本できますから、これだけ出るだけでも99分喋れますから。参議院の時よりも、参議院17分でしたから。でその政見放送はね、もちろん権利がないわけだから YouTube で流せると。そう。でもこれやっぱりそうなると、ネット選挙の、まあ、流す方の解禁って3回前の国政選挙ですよね。ああ、そうですね、はい。めちゃくちゃ大きいですね。そうそうそう。だからなかったら逆にできなかったわけですか。だから3回前の参議院の時にインターネットで選挙運動していいって言ったから、僕すぐ選挙作ったんです。政党作ったんですよ。これはいけると思ったから。要するに、じゃあもう一回して YouTube が解禁されてなかったら、今ここにいないわけですね。ああ、そう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 。そう。インターネットの選挙解禁しなかったらこのことしないです。でもね、世界的な趨勢ですからね、ネット選挙はもう完全に。だからこれだけで言っても、どう考えても年間8000万円の利益が出てくるから、それがある意味永遠に続くんですよ、立花は。そうですね。しかもね、ネット選挙は、ってかネットの力は世界中全部上がってるんです。もちろんもちろん、うん、時間がかかればかかるほど日本は上がってるから、ずっとゆっくりここが上がっていくからね。日本は大体8年遅れですからね、メディア、ネットメディア。そうすると時間が経てば経つほど、これがどん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 上がっていく、力がついてくる。で、国会議員の違い、テーマで言えば国会議員との違いって何ですかって、国会議員はじゃあ俺がもう次お前は公認しないともう終わりなんです、うん、申し訳ないけど、うん、いやいや、俺もお前公認して、だって公認権全部あるんだから。そう、その権限強いですね、はい、でしかもバッチつけてないのに。そうそう、まあ、これ全銀バッチ、これ全銀バッチ。だから国会議員なんていうのは、まあ、うちの特にうちの2人に関しては僕が全部握ってるわけ、うん、次公認しないと終わりなんですよ。でむしろ逆に美味しいところで公認するよって言ったら次も国会議員ができるんです。でも僕はもうこの政党の代表である以上はこの政党が潰れない限りはぬずっと入れるんですね。でいつ潰れるかって言ったら最低6年はあります。ちなみに僕が死んだら僕の前の前の、うん、まあいいかまあだから、で次の衆議院選挙でまた 2% 以上取ると、そこからまあまあ、そこも権利いくんだけど、次の参議院議員で 2% 取ればまたリセットされる。そこからまた6年。これ、ね、薄く書いちゃったけど、圧倒的な権力の差っていうのは、国会議員は自分一人の権力もしか持ってないけど、政党の高等のトップは全てのこの所属議員の制裁与奪の権、つまり生き死にを全部握ってるわけですね、はい、これそバッチつけるかつけないか全く関係ないです、ね、関係ないです。これはそうか。そうです。だから NHK から国民を守る党が国民に大体で 2% 以上の支持さえあれば、全国で 2% いわゆる国民の100万人の方の支持さえあり続ければ、これは不滅なんですよ。というかまあその100万票を超える、いわゆる 2% ですよね、今回98万7千票で 2% 超えなかったけど、選挙区で 2% 取ればいいんですよ。ちなみに選挙区っていうのは都道府県の選挙区で取ったので、そこは 3% 取ってるんですよ。そうか、都道府県がね。そして都道府県の方は 3% 取ってて、取ってるから次の参議院の時も全国比例でこうじゃなくても、都道府県で100万票取ればいいんで、ほぼ潰れないです。都道府県で150万票以上取ってるんで、だからもう焦らずに焦らずゆっくり育てていけば、そう、しかも勝手に育てていくのと、地方の足腰は他の政党と違って圧倒的に強い。そう、その通り。でもう一つはネット選挙なんで、ネット選挙は金を使わない上に、ネットは世界的に全部今増えている、はい、金使わないどころか、だから YouTube の広告収入があれば増えていくんですよ。僕は今広告入ってこないけども、あんまり気にしてないです。だから別にね、だから幹事長の方に入ってきたらいいんですよ。立場の方入ってこなくても、一応これ会社に持ってください。まあいいや、まあ、いやでもね、それはね、もう本当にこれは確かにそうだし、あとね、アメリカとかでね、選挙やってる人はもうみんなこれビジネスとして捉えた人が強いって分かってるからいいんですけど、日本だとこういう批判来ません。選挙でお金稼いで税金を無駄遣いしてんじゃないか。ああね、これどうなんですか。だから税金で政治をするからしがらみがないんでしょ。税金をできるだけ使わずに企業からお金をもらえてしまえば、なんか俺たちの税金使ってないからいい政党だと思われがちですけど、いやいや、
一般国民からすればどっかの企業からお金もらってる政治家はその企業のための政治をするから、トータルで見たら一般国民は損をしてるわけです。でも我々は税金という原資だから、全ての国民にしがらみなく既得権益と交わることもなく既得権益と戦えるっていうことです、うん、まさに、ね、それのためにロビー活動っていうのが、まあ、世界中であって、これが企業だったり団体だったり組織だったり、はい、あるいはね業種各種、業種、系とね、そういうのだったり、これ連合もそうですよね。そうです、まあ、そういう意味ではどっかに寄ってるわけですよ、企業とか。なぜね、こびなくていいんですよ。僕こびてないでしょ、常に会うかボケ来るなって言ってるでしょ。誰一人こびじゃない。でもここにあるから、このね下の人たちはね、立花隆にこびなくちゃいけないわけですよ。ああ、そう。だけどここの人はね、こびなくてもだって独裁できるじゃないですか。そう。だから立花を縛ることができるのは有権者の皆さんなんです。そうか。その 2% を超える有権者の方がいれば、立花はこれからも独裁を続けれるっていうことです、うん。しかもね、分かりやすいのは税金をもらってるってことは、ね、基本的には日本国民全員に忖度してるってことですね。そうです、全てに忖度しないといけない。ただ僕は全員に忖度しますが、党に入れてくれる人、つまり NHK にお金を払わない人をお守りするっていうことを言ってるわけだから、これを常に忘れるなと党員に言ってるわけですよ。うちは揉めとかするのは自由だけど、それを会議に出してくるなっていう話なんです。だからNHK に裁判された人の裁判費用や負けた費用まで本当は出したいから金儲けをするって言ってるんです。なんかね、まあね、あの組織があって人がね3人集まれば必ず派閥が生まれると言うんだけど、はいはい、僕もねいろんな組織を作ったりして内紛とかいうのがあってきました。でもね、あのそれをね今後しちゃいけないんですよ。立花さんがいろいろ戦ってるのは外だから、全部外。そうでしょ。で僕が例えば消費税の今度で追い出されたけど、外だから。内紛っていうのはね、実はねエネルギーが内側に向いちゃって組織を壊すことになっちゃうんですよ。だからあのね、同じ戦ってるように見えるけど全然違うんですよ。違う。もうね、あの僕はだから自由にしなさいと言ってるから、内紛するなとも言わないし、好きにやってくださいと、撮影にしてもね。ただあの評価を聞かれたらこいつアホこいつアホとしかないんで、であの部下をあまりバカバカっていうのはよろしくないんですよ。ただ僕が今考えているのは完全にドラフトと FA です。お、何ドラフト。いや、ドラフトって新人取ってくるでしょ、うん、だからここに入れるのはみんな基本新人じゃないですか。ドラフトね。ドラフト &FA です。フリーエージェントは、うん、だから FA っていうのは堀江さんですよ。なるほど。堀江門とか、その他の球団である程度活躍してる人を入れてこないと組織としては回らないんですよ。じゃあこれ例えば他党でもいいってことですか。それは違う。いや、もちろん他党である程度の人であれば、ね、うん、まあそのただ当選したいというだけじゃなくて、政治ができるとか、人をねまとめるだけの能力があるとか、組織をちゃんとやっていくね、能力がある人とかを引っ張ってこないとね。今のうちの党の人たちっていい人であることは間違いないです、うん、うちの党員はみんないい子たちですよ。純粋な人たちだから、あのちょっとしたことで喧嘩もするんでしょう。でそれを僕は責めるつもりはないんですよ。ただその組織を束ねていく、いわゆる立花の今独裁権でやってるけども、例えば地方のその公認権についても、あの今渡してはいるけども、だ完全に渡してるかって言ったら、立花がノーって言ったら基本ノーの流れになるでしょう。でもそれを完全に渡せる人が欲しいんですよ、本当はね。お金のことだってそうです。僕が全部金を計算をした上で水筒を一緒の女の子にやってもらってるだけで、経理的ないわゆる糸編の経理は僕がやってて、ゴンベの経理は美香さんがやってるわけなんですよ。だから人事も全て僕が やってる状態なんで、ただそれはもうまさに独裁で作った会社っていうか、あの政党なんで、しばらくは独裁できますけども、うん、とにかく僕がいなくならない限りは組織にはならないです、この政党は。だから僕は早く出たいと思ってるんで、出る時には FA で引っ張ってきた人か、ドラフトで成長した人、もちろんそのうちの党の中で急成長する人がいればそれは理想ですよ。でもこれまでのうちの党の人、公認候補っていうのは、本当に、レベルの低い人でも全然 OK を出してきましたから、その中で皆さん頑張ってくれてると思います。でも一方で、高等という、この国の9つしかない高等の
やりくりをしていくにはまだまだ慌てすぎるんですよ、みんな。でも、うちの党は参議院で 2% を取ってるので、もうね、仮にこれが10年かかろうが20年かかろうが党は消滅しません。立花がスキャンダルを起こそうが、僕が犯罪で刑務所に行こうが、ちょっとしたことで、ね、刑務所に行っても党の代表は辞めなくていいんですよ。政治家って刑務所に行って辞めなきゃいけないです。そう、2代目っていうのが一番重要なんですよね。どの会社も長く残ってるのは、はい、創業者がすごいってのがあるんですよ。ソフトバンクも孫さんだし、うん、でただ2代目の人が果たしてどういう人かで、その会社が長引くかどうか決まる。だから松井一郎さんなんか2代目でしょ、橋本さんの次だから。あ、そうですね。だからそういう意味では、ね、やっぱそういう人。いやいや、みんなの党が潰れましたよ。だからみんなの党潰れた、まあ、2代目になってないけど分裂して、あ、維新、いやいやいや、吉見さんのところは完全にもう実質上潰れちゃったからね。元気もなくなったし、うん、だからそれは本当に重要だし、例えば自分で言うのも変ですけど、あの自由報道協会っていうのを作ったわけですよ、うん、10年ぐらい前に、はい、でその時にね、一般社団が実体なき任意団体から一般社団にして公益社団法人にするのが僕の仕事だと思ったんです。で2年ぐらいでやったんですよ、うん、で公益社団にすればこれ潰れないから、うん、だから逆に2代目の今大貫康夫さんに渡したんだけど、やっぱこの2代目がどういうふうに、 NHK のヨーロッパ総局長だけど、うん、どういうふうにやるかでこの衰退が止まってるわけですよ。はっきり言って今衰退しちゃったわけですよ。衰退してるね、だからこのね、やっぱり2代目の人っていうのは本当にそういう意味では、それがだね、慌てすぎなんだ。そう、だから俺はこのまま NHK のスクランブル放送実現するまでやるので、うん、まだ10年20年やるっていうこと、うん、だって橘が埼玉の選挙で 13.6% しか取れてないっていうことは、これ大惨敗。25% ぐらい取れると思ってた。波があるから ね、 でもね1対1の選挙なんだから、この人嫌いな人入るのに 13.6 っていうことは大惨敗です。現職の市議会議員に全く無名のおっちゃんが立候補しても大体 13% ぐらい取るんですよ、1対1になるとね。そうすると大惨敗なんですが、一方で入れていただいた方々の熱い深い強い票っていうのかな、視聴率じゃなくて視聴室、投票率じゃなくて投票数じゃなくて投票率がとても高いと僕は思っているので。そうですね、ゆっくりっていうのはね、まあ自分の例えば会社でいうとノーボーダーなんか今8年目ですけど、やっと8年目して今後継者が来て一緒にやってると。であとね、政治でいうと思い出すのはやっぱ民主党なんですよ。ああ、成功例ですから、はい、96年に旧民主党を作った時は52人で、その時の代表は鳩山幸男菅直人だったんですね。でそこからゆっくり育っていくんだけど、こうやってやっぱり衰退して落ちるって感じです。でうまくいったのは何かというと、2003年に自由党の小沢一郎さんと合併して、うん、選挙は全部小沢さんにやってもらった、はい、全部全権、そしてそこで代表が何人か変わったんだけど、はい、やっぱ成功の決断、立花さんみたいに、全部一人でやってると多分限界来てたんだろうけど、その分業制で新しい人が出てきた。あ、まあ、うちの場合はだから分業はだから政治と政治家なんでね、選挙と政治家だから、僕はこれからも政治家はしないです。ただ市長選に当選した場合はやります。これ独裁できるから、うん、政党の独裁と市長の独裁ができる。でもっと具体的に言うと、市長になったら電話一本ですもん、仕事なんかしません。要は市長のブレーンをいっぱい税金で雇えばいいわけです。でそいつらに優秀な人材を引っ張ってくればいいわけですから、でそいつらに仕事を実務させて判断業務するだけです。まさにね、慎太郎さんが99年に都庁で、うん、都知事当選した時に自分の側近たちをドーンと一緒に当選チームで入ったんです、はい、でそれが5人の参謀っていう、うん、まあ、僕も本書いたんですけど、あれなんかまさにそうですよね。で慎太郎さん来ないから、首長はできるんですよ。だって250億もエビなしだったら予算があるから、うん、そこに優秀な人をね、ある程度の額渡して呼んでくりゃいいだけの話です。で最終責任がこっちが取るから、まさに FA で人を引っ張ってくるんです。 FA ヘッドハンティングできるんですね。産業とかね、はい、そういうとこつけたりも、もともとそういうシステムがあるからできる。電話でいいですね。そうだから政党の、まあ当然市長しながら政党の代表は続きます。橋本徹さんがやってたでしょ、うん、ね、実際大阪市長しながら維新の会の代表もしてたから、まあ、でリテラシーの低いねマスコミなんかはね、うん、そんなことできるのかと、二足のわらじでどっち両方ともダメなんじゃないか、両方ともできる人は両方ともできるんですよね。
でパリなんかね、あれですよ、国会議員と市長ね、兼務してましたから。ああ、それがね、あの橋本さんも言ってましたよね、うん、一時ね、国会議員と地方の首長を兼務できるようにしてほしいっていうのはね。で、それはやはりね、両方のつなぎで、いちいち陳情しなくていいし、権限の論の部分で、非常にね、動かしやすいんで。まあね、ぶっちゃけ、だから、むちゃくちゃ美味しいんですよ、これね。そうね。衆議院選挙が行われるたびに、まあ、年間約1億円ぐらいのお金が増えるっていうことです、うちの党は。で、これ衆議院はこうですけど、参議院はもっと美味しいですから、うん、いやー分かった。これね、今日のテーマは、公党の代表といわゆる国会議員の権限の違いなんだけど、一般の人僕も含めて、ね、この権限の違いってあんまり対してそんな違わないんじゃないかなと思ったけど、ね、とんでもない違いっていうのは分かりましたね。もう国会議員の方が偉いと思ってる人がいっぱいいるかもしれないけど、もう国会議員を生み出す打ち手の小槌だから、うん、簡単に言えば。もちろん打ち手の小槌のうちバンバンバンも生み出せないけども、次の選挙だってもう決めてるじゃん、堀江門の秘書を国会議員にするって。俺国会議員の面で分かった。あの厳密に言うとパッと分かったのは、8月13日に僕はあの憲政記念館で一応幹事長を受けたじゃないですか、はいはい、で翌日に厚生労働省と安倍総理大臣から、はい、要するにあの全国戦没者追悼式のいわゆる出席特別来賓依頼が来るんですよ、はい、でこれはね、コートの代表だけですよね。コートの幹事長にも来るんですよ。ああ、そうなんだ。そう、あれのわけは、うん、で代表と幹事長、うん、であとは三権の長、はい、つまり内閣総理大臣と、うん、衆参の、議長副議長、それから最高裁長官、長官ね、これだけが県下の権限なんです。でそのところに SP がずっとついて、日本武道館で陛下が、ご来席さ、ご臨席されたときに一番前にいるわけですよ。でその後に溝を作ってそう溝を作って後ろに国会議員がザラーッと並ぶんです。だから最初に来た案内はもちろんそう、あの NHK から国民の党首立花孝志殿っていうのが来たんで、あの僕が人に言ってるのは、党首宛てに来たものを俺は見るけども、参議院議員立花宛てに来たやつは全部もういらないと。でその時立花さんはすごいこれ言いな、言うね、はい、8月15日は俺の誕生日だと、自分の誕生日なんで、誕生日はゆっくり彼女とデートをするんだということで、丸山かか、はい議員、丸山さんにね来てもらいました。丸山代表、丸山さんが代表代理で、私が幹事長で横について、いやこれの時ね、党の強さっていうのびっくりしたんですよ。そうすだって僕は待ちついてないんですよ、はい、でも幹事長程度で、えこれ呼ばれるのって初めて聞いて。そうです。これだからね、とにかく僕はこのね、政党の代表ということについての権限というのは、その 2% 取った政党の代表っていう、だって過去にないんだから、こんなの、うん、うちだけなんですよ。山本太郎さんのところもそうかもしれないけど、彼はもともと国会議員だから、あのなんかちょっと国会議員が分裂した程度のものであってね、あの権限はもちろんうちと一緒ですよ。でももうすでにとあの僕の方がはっきり言います、頭がいいから、彼よりもたくさんの政党助成金もらってるんですよ、うん、もうこれ戦略、もうね、あのね、山本太郎さんが僕の悪口を言うのはよくわかります。だってバカだもんもうね、僕は全体を掌握して動いてて、僕は10年20年を見た選挙をしてます、政治をしてます。でも彼行き当たりばったりだもん、うん、ここはです、ね、だから、ね、感覚は良かったんだけど、まあ、これね、まあ、あの党首の前だから、私もその前だからはっきり言っちゃうけど、うん、あの7月当選した後の8月または場合によっては要するに会派も作る前ですけどね、山本太郎さんに代表を譲ってやってもいいですよって、うん、そう言ったんですよ。実は別に誰がやってもいいと思ってるんで、これでできるんだったら。でそれは NHK から国民を守る党の政策であるスクランブル、うん、これをやれるんだったら、そうそうそう、もうそれはそこ一本だけだからと。そう、あとはやってくれって、本当はひっついた方が絶対早いからね、はい、でも、もう7月だけど、途中からね、うん、今度逆に立花さんが僕がそれで接触してる時に、もう班長、いいですよ、いらない、ずっと言ってますよね、いらない、それだから途中でもう完全に太郎さんがもうはっきり言うと、彼は私利私欲で動いてるでしょう。もっと言うと、あんなにまだお金くれって言ってるわけですよ、国民から。ダメでしょう、あなたコートの代表になったんだから、こうやってお金を生み出す能力があるんだから、いまだに1万円くれとか500円くれとか、民は苦しんでるのよ。お金がないって苦しんでる人にお金くれっていうのは、うん、いやそれはね、僕はもう本末転倒ですよ。そう、
あの時にね、立花さんがもういいですよ幹事長って言った時の言葉を覚えてるんですけど、まあ本当にね、要するにあんだけ集めちゃったらどうするんですかと、4億集めてる、4億集めてる、そしたらね、これは共通の話でもあったんだけど、これ人はその山本太郎さんが消費税をね当時ゼロって言ってたんですけど、できたらありがとうだけど、できなかったらどうするんだと。これね、人は必ずね、ありがとうから期待した後にそのまま行くと、できないとね恨みに変わるから。これ恨みに、なんだよ金払ったのに何もやんねえじゃねえこいつって、政治はずっとそうですね。消費税が下がらないことに対して太郎さんを恨む人は少ないでしょうけど、奨学金返さなくていいって言ってね、結局なんだよ奨学金全額返さなきゃいけないじゃないか、ね、最低賃金を1000円から1500円にする全然上がらないじゃないかってなればね、これはね持たないです、お金払った人からすれば。でそれで立花さんが言ったのは、要するに恨みになっちゃうから余計なものを引っ張ってこない方がいいですよ、だから幹事長近づかなくていいですよっていう、ああ そ, うすそういうふうに言ったの。太郎さんとひっついちゃうと彼の負債まで抱えなきゃいけないんで、もらったお金は負債じゃないですよ確かに、でも心の負債にはなりますよ。お金もらっておいてその人に何のリターンもしてなければね、心の負債、そう心の負債になるって、確かにそう、これはね僕も戦場の中にいてやっぱこれねあるんですよ本当に、ね、よく言う平家物語じゃないけど、最初はありがとうだけどこれが当たり前になって、そしてもっともっとになって、そして最後は逆恨みと、でこの心の負債確かにそうですね、本当にだから心の負債になってくるんですよね。だから立花さんすごいのは、今ね多くの人たちがもちろん出たいという人もいるんだけど、何億って金を立花さんに預けますって言ってる人を全部断ってますよ ね、これ嘘じゃないですよね。そう、お金もらわない、全部断ってるの。こんなクリーンなやり方してもらわないというか、お金借りない、もらえ、まあ借りるのはこれから借りようと思ってますけど、もらうつもりは全くないです。断ってるんですよ。断ります。もう他の政党の政治家信じられないでしょ中国はなんかね危険だとか言う、こんなにクリーンなとこないですよ。そう、共産党さんもね、今これ反論できますか、これクリーンだって言われてる共産党さん。だから今回のね衆議院選挙、今とりあえず一人出したらって言って、今北関東だけ固めてる理由を最後簡単に言うとね、ここの32名と東京の25名、足して57名を300万円出して出てもらっても、必ず市議会議員、区議会議員、ほぼ 99% そこに行けるんですよ。でもそれ以上抱えるとね、289人とか出して取っちゃうと市議会区議会の席が保証できないです、まだうち太郎さんのところとうちの違いは、太郎さんのところが支持率が倍ぐらいあります。そこの違いがあります。ただただうちの支持率でも十分市議会区議会は100箇所ぐらいは十分狙えますっていうか取れますからね。だからそこを僕は立候補していただく方については損をさせたくない。今いる人たちも絶対そうですし、だから裏切った人間はとことん行きますけど、ちゃんと従ってくれてる人たちはしっかり守るわけですよ。だから今回立候補してくれる人を守るのは50人が限界、55人がね。だから55人まで集めて、もう応募1000人近くの方に応募してもらってます。立候補して1000人ぐらい、1000人も来てる、1000人も来てるでもそこでね、調子に乗らないで慎重に、そうそうそう、小さくゆっくりやろうとするところが、そうそう、政治政治、そこなんですよ。これ大体人間調子に乗っちゃうんですよ。あ、そうだけど全然そんなことない、はい、むしろもう、安全安全に、前までは僕は徳川家康じゃなかったんです、豊臣秀吉とか信長タイプですけど、もう今はもう皇統という枠組みができて、お金に無茶さえしなければお金に困らない、お金に困らないということは NHK の被害者を守りできるんです、そこが絶対やらなきゃいけない。そこからゆっくり積み上げていったらいいだけなんですよ。そうですね、はい、いいですかこれ公開しちゃって。いやもちろんだから公開をしないと公開してこれだから隠すからみんな疑うわけでしょ。でもここまで公開してもいまだに疑ってる人がいっぱいいるわけですよ。本当にだって全部やってるじゃんって言ってます。だから疑う人はもうはっきり終わり。疑いの質問してくる人はもう結構ですって言ってるいやいやだって疑う人はどこまで行っても疑うから。そうですね、ここまで我々がなぜ300万払ってくれって言うかって言ったら、こっちの票が増えるからですよ。2枚目の票が増えたら本部に入ってくるお金が増えるから、それで自分の給料にもなるし、被害者も救えるっていう。よくわかった。もうね、今の今回のことでね、今回の立花隆政治教室どうですか、それだと分かったね。いろんな今外に向かってガツンとやるぞと言ったことも、実は外に向かってガツンとやるのはエネルギーがこれね中に溜まって上に行くんですよ。でもね、中に対してやりだすとこれが潰れちゃうから、立花さん絶対中の時はやんないでしょガツンって。
やらないです。だって相手してないから、うん、うちわの人間はもううちわの人間で、うん、あの何をするべきなのかだけをとにかくしっかり考えてもらわないと、あの足の引っ張り屋だけは、これもあくまで手段だけど、最終的には NHK のスクランブル化っていう目標、はい、まあ、そこをずらさなければいろんな、ね、アプローチあるから。そうです、まあ、国政もそうだし、はい、戦略と戦術の違いかな、うん、よくあの目標と手段って言いますけど、戦略と戦術ですよ。戦略が大元であって、戦術っていうのは戦い方の具体的な、ピストルを使うのか大砲を使うのか、地雷あの手雷あの、手榴弾を使うのかみたいなことで、戦略として戦術を後で決めていくわけですから、これはあくまでも戦術であり手段であるので、次の衆議院はうちはもう飛躍を求めません、うん、求めない、求めないです。素晴らしいです。1議席取りに行きます。北関東の1議席取りに行きます。丁寧にね、これを取りに行きます。でここは堀江門の秘書に行ってもらう。もうこれもうね、斎藤さん泣いてるでしょう。この前もメールあったけど、うん、あのあれです、あれです、ワールドカップさ、うん、ラグビー、うん、ワンフォアオール、おーオールフォアワン、ワンフォアオール、オールフォアワン。なんかそれ昔前原誠二さんがあの代表になった時に、いやいや、あのスクールウォーズっていうあのラグビーのドラマの有名なセリフだ。一人はみんなのために、みんなは一人のために、だからみんなが堀江門の秘書のためにやるつもりでやることけども、堀江門はみんなのためにやるんだっていう、その両方の考え方があるからまとまるっていう。素晴らしいですね。でも堀江さんを当選させに、堀江門秘書を当選させに行ったら自然とね、結果としてね、あの4人は通ると僕は思ってますけどね。突然拡大ということで勉強になりました、はい。ということで、じゃあ元政治家、元国会議員 YouTuber と幹事長 YouTuber がNHK をぶっ壊す。うん、いいね、いいね。